どうも、ハラケンでございます。さて、今回のね、このポケモン GO 関連の動画はですね、まぁ、ちょっとね、いつも私自身フィードリサーチ関連の、まぁ、話をしている動画とか、あとはまぁ、よくあるね、情報関連の動画、あとはね、なんていうか、まぁ、私自身が今後ね、どういった感じのね、まあ、ポケモンもしくは、なんていうか、リワードというかね、出てくるか予想するみたいな感じのね、動画を出すことが多いかなっていうふうに思っているんですけれども、ちょっとね、いつもとね、思考を変えましてですね、なんていうかね、ちょっといつもよりも、まぁ、初心者向けと言いますか、まぁ、そういった感じのね、動画にしようかなというふうに思っております。と言いますのもですね、まぁ、私自身ね、まぁ、普段からね、ポケモン GO、ポケ活をやっているわけですけれども、なんていうかね、私自身はね、普段ポケ活してて当たり前と思ってね、やっていることについて、なんかね、結構、肌から見るとね、あ、そんなところに注目してやってるんだっていうふうにね、たまにびっくりされたりすることもあるんですよ。なんでね、そういった感じのことを、まあ私自身の経験も踏まえてですね、そっか、その辺ね、なんていうか、少しでも話してね、まあなんていうか、ちょっと生意気かもしれませんけれども、まあ私自身がね、教えていく中で、まあね、こういったところを注目していけばいいんだなっていうふうにね、分かっていただけるような、そういった感じのね、方が増えてきたらいいなっていうふうに思いましてですね、まあ今回からね、こういったシリーズの動画もやっていこうかなっていうふうに思っております。でね、今回はね、タイトルとか、多分サムネイルにもあるかな、その感じでね、星の砂のね、ブースト対象のポケモンとか、まあその辺のね、話をしていこうかなっていうふうに思うんですけれども、ちょっとね、本題に入る前ですね、今ね、撮影している時間がですね、12月の9日ということで、現在ね、ケルディオがね、初輸送されるイベントにもなっております。正義の剣イベントだったかな？それがね、まだ行われている最中でございます。このね、動画が出されるタイミング、投稿されるタイミングではね、多分、もうイベントとっくに終わってしまっているかなっていうふうに思うんですけれども、いやー、今回のイベントね、なんていうか、格闘タイプにね、フォーカスが、まあ、当てられているイベントとなっているんですけれども、いやー、個人的にはね、なんていうか、いつも以上にね、結構やりがいを感じるというか、そんな感じのイベントになっているんですよね。なんていうかね、格闘タイプのポケモンって、なんていうかね、結構サークル、ボール投げる時のね、サークルが結構大きくて、エクセントを取りやすいポケモンが多いなっていうふうに思っているのと、あとはね、結構今回の、出現率アップ対象のポケモンの中に、ワカシャモとか、あとモーカザル、御三家の進化系ですけれども、まあ、とりあえずね、進化系が結構多く出ているなって印象があったんですよ。いやね、進化系のポケモンを捕まえるとね、星の砂、多くもらえるじゃないですか。いや、そんな感じでね、エクセレントを、まあ、この2匹に関しても入れやすいですし、ちょっとね、癖のあるポケモンもいくつかいますけれども、まあ、それでもね、エクセレントで、星の砂、経験値を稼いだりとか、ね、進化系を捕まえて星の砂を稼いそういった感じのね、なんていうか、普段のポケ活の中でも、その辺が進められて、個人的にはね、すごくやりがいを感じてるかなっていうイベントになっております。あとはね、それこそ進化系に関して言えば、まあ、ちょっとレア枠であるみたいなんですけれども、2段階の進化のね、最終進化系であります、ニョロボンが、今回ね、イベントの、まあ、出現率アップ対象になっているということでですね、いやー、ニョロボン捕まえたらね、星の砂1匹で500でしょ？これ本当に美味しいなっていうふうに思うんですよね。まあね、そんな感じで、今回のね、正義の剣イベント楽しんでいるわけですけれども、まあそうだな、今回からね、初輸送となりました魔剣カニですよ。この魔剣カニがね、まあニョロボンと並んでね、運が良ければ出会えるかもしれませんっていうふうに公式ブログの方でも書いてありましたけれども、なんかね、巷では結構出現率が低めっていうふうになんか言われてるみたいですね。まあ確かに私自身もね、結構、他のポケモンに比べればね、やっぱり多くは出ていないかなって思うんですけど、そんなにね、めちゃめちゃレアって感じじゃなくって、普通にね、ポケ活していれば、1日にね、普通に3匹か4匹捕まえたりとか、いう感じでね、普通に出てきている印象はあるんで、結構ね、なんていうか、SNS とか、あとね、動画投稿者の方々の意見とかでね、いやー、魔剣カニ全然いないみたいなコメント聞くと、あ、そんな出てないんだっていうふうにちょっとびっくりしたりもしておりました。まあ、そんな感じでね、なんていうか、先ほども話した通り、まあ、進化系のポケモンはね、まあ、星の砂が、まあ、普通のポケモンよりも捕まえた時多くもらえるっていうふうになっているんですけれども、まあね、その進化系のポケモンの他にもね、星の砂ブースト対象のポケモンもいたりとかして、いやーね、結構、星の砂ね、多くもらえるポケモンがいくつかいるわけですよ。まあね、そういったポケモンたちがね、フィールドリサーチのリワードで出てきている場合は、私自身の場合はよくね、裏タスクに、まあ、ストックしてね、星の砂ゲット時3倍のボーナスとか、そういったね、ボーナスがある時に、そのストックした分を一気に捕まえるって話ね、よく動画の中でしているかなっていうふうに思うんですけれども、今回はですね、そういったね、星の砂、まあ通常のね、まあゲット時に100
個もらえるポケモンよりもね、少し多くもらえるようなポケモンたち、まあどういったポケモンたちがいるかっていうね、まあ紹介をしようかなっていうふうに改めて思ったのと、あとね、なんていうか、結構ね、その仕様をね、話していった方がいいかなっていうふうに、ちょっとね、今回今回それこそ正義の剣イベントをプレイしていく中でちょっと思ったことがあったんですよ。中にはね、これどういうことっていうふうにね、ちょっと私自身もね、そっか、これ結構複雑なところあるかもしんないなっていうふうに思ったところがあったりしたんで、まあそうですね、その辺を、まあぜひともね、皆さんに、まあご理解いただきたくと言いますか、なんていうか、知っていただけたらね、より、これからね、それこそ星の砂集めとか、有効活用していけるんじゃないかなっていうふうに思ったところがあったんで、まあね、今回はそのところを本題としてね、話していこうと思います。それではね、本題行ってみましょう。はい、というわけで改めて今回はですね、ポケモンをね、ゲットした時に星の砂が多くもらえる、まあ星の砂ブース対象のポケモンですとか、あとはね、進化系のポケモンたち、この辺についてね、まあ簡単にはなるかなと思いますけれども、まあ紹介をしていきつつ、あとはね、ちょっとその辺の仕様に関しまして、これちょっとね、話しておきたいなっていうふうに思ったことがありましたんで、その辺の話をね、していこうかなっていうふうに思います。まずね、まあ今回ね、星の砂ブース対象とかその辺の話、まあ簡単にね、スマホにまとめてきたりもしたんですけれども、まあなんていうかね、まず進化系の話、進化系のポケモンをゲットした時の話から簡単にしていきましょう。まずね、1段階進化したポケモン、まあ例えばなんていうか不思議種で言うとね、まあ不思議層とかそういう状態ですよ。まあ1段階進化した状態のポケモンに関しましては、まあゲットした時ね、星の砂300個もらえるって感じになってまして、で続いてね、最終進化系、なんていうか2段階進化したポケモンが、まあ2段階進化した最終進化系の段階になったポケモン、まあ不思議種で言うと不思議バナですよ。その辺のポケモンを捕まえた時は、星の砂ね、500個もらえるって感じで、100、300、500って感じでね、200ずつ増えていくっていう風な仕様になっていますね。まあね、そんな感じで、まあ進化系のポケモンたちはこういう風に、まあ星の砂になっていくよって話なんですけれども、で続いてね、そこで、なんていうか、星の砂のね、ゲット時のブースト対象のポケモンですよね。これがね、全然進化前のポケモンとかでも、最低でもね、最終進化系と同じ、500個か、星の砂、500個もらえるってポケモンが、まあ多くてですね、こんだけね、普通のポケモンでももらえるのはありがたいなって思うんですけど、それをね、該当するポケモンがですね、パラス、ニャースのね、通常の姿ですね、と、あとはね、デリバード、キノココ、タマゲタケ、そしてね、今シーズンからなのかな、まあ、前回の動画でも話しましたけど、ネマシュ、これらのね、ポケモンたちが、まあ、ゲットした時にね、星の砂500個もらえるよというふうな仕様になっております。で、これらのね、進化系になってくると、まあ、やっぱりね、進化系なんで、星の砂がね、やっぱり200増えるわけですよ。だから、なんだっけな、パラセクトと、あと、ペルシアの通常の姿かな。で、あとはね、キノガッサと、まあ、あんまり痩せてみることないけど、モロバレルと、あと、マシェロですね。この辺は、ゲットした時はね、星の砂700個という風になります。あ、そっか、こうやって見たらあれだね、デリバードだけは進化しないね。失礼しました。で、そういう意味で、それでね、こんな感じでね、星の砂500個のポケモンは、なっているんですけれども、続いてはね、ちょっとそこから増えまして、星の砂ね、750個もらえるポケモンがいます。それがね、ちょっといきなり複雑なんですけど、今度はね、ニャースのアローラの姿。これがね、星の砂750個のポケモンに該当しますね。で、続いてね、あとはヒトデマンと、あとニャミナミと、ミツハニーとヤブクロン。これらのポケモンたちがね、星の砂 EP ゲットした時に750個もらえるというふうになっております。で、これね、進化系がいる場合はね、星の砂、まあやっぱり200増えまして、950個もらえるよっていうふうになっているんですけれども、そうなの、そういう意味で言うとね、ペルシアのアローラの姿と、あとはビークイーンとダストダスかな。この辺はね、野生で出てくることはほぼほぼないというか、まあなんていうか、スペシャルリサーチのリワードとかでね、出てきたりとかするとか以外、あんまりね、なんていうか、ゲットチャレンジする機会ないんですよね。あれかな、ダストダスぐらいは、もしかしたら、なんだっけ、レイドボスで出ていたこともあったかな。なんでね、野生で出てくる可能性があるのがね、まあ、スターミーだけとなってるんですね。まあ、その場合は50個っていう風になるんですけれども。でね、その続きがね、続きまして、星の砂、次がね、一気に大台に乗って1000個出てくるポケモンですね。それがね、シェルダーもしくはチリンという風になっております。シェルダーがね、星の砂ブースト対象のポケモンになってね、ね、いきなりね、1匹ゲットするだけで1000個っていうのはびっくりしましたね。まあ、チリンに関してはね、もう実装された時からもうずっと星の砂1000個の対象のポケモンになっていたんです。ちょっとね、例外っちゃ例外かもしれないんですけれども。で、次がね、最後。これがね、ゲットした時の星の砂一番多くって、まあね、星の砂2100個、多分でですよ。これがね、一番、野生ポケモンとして、一匹のね、ゲットした時の星の砂一番多いポケモンという風になっております。
まあね、そういった感じでね、まあ結構特定のポケモンがね、星の差ブースト対象になっているっていう感じになってるんですけれども、これね、一体どういう風にね、選定されているかって言いますとですね、まあこれはね、私自身のあくまで憶測なんですけど、原作の方ですよね。原作の方でね、なんていうか、換金するしか、使い道のないみたいな、そういったアイテムが中にはありましてですね、まあ、初代で言うとね、金の玉っていうアイテムがあったわけですけれども、ね、そういった感じのタイプ、アイテムが、第二世代の金銀から結構増えましてですね、まあ、それらをね、野生のポケモンが持ってる場合があるんですよ。でね、そういった換金アイテムをね、野生で持っている場合があるポケモンがね、結構この星の砂ブーストの対象になったりするんですよね。だから例えばなんだろう、パラスとかね、玉あげたけとか、ネマシとか、そういった感じのキノコ系のポケモンだったら、まあ、小さなキノコとか大きなキノコを持っていますし、あとはね、人手マンで言うと、星の砂もしくは星のかけらか、そうそう、原作の方ではね、星の砂はね、換金アイテムなんで全然使い道がないんで、ポケモン GO とは全然違うって感じですね。まあ、それ置いときまして。では最後ね、なんだっけ、シェルダーに関しましては、なんだっけな、野生では真珠もしくは大きな真珠を持っているって感じになってます。あ、そっか、言い忘れてたけど、シェルダーもね、もし野生のパルシェンが出てきたりした場合は、ゲット時はね、やっぱり星の砂200個増えるんで、1200個っていう風になるんですね。うん、伝え合わせるやつで失礼しました。っていう感じなんですけれども、そういう意味で言うとね、まあ、タブンネとかね、チリーに関しましては、別に原作でも、そういう換金アイテム持ってるわけじゃないのかな。だからまあ、チリーに関してはね、完全にポケモン GO 単独の仕様なんですけど、まあ、タブンネはね、原作で確か、倒した時に経験値多くもらえるんだっけ？まあ、そういった感じの仕様があったんでね。それがまあ、ポケモン GO の方ではね、星の砂の多さに反映されてるって格好になってますね。まあ、そういった感じでね、まあ、星の砂をね、多くもらえるポケモンの、まあ、紹介に関してはこの辺かなって感じなんですけれども、うん、ちょっとね、その中でね、なんていうか、紹介していく中で、これ、ちょっとシステム的に難しいなっていう例外がいくつかあったんで、それをね、今回は、紹介するのが一番のね、肝となっております。まずね、これちょっとね、なんていうか、星の砂そのものの仕様というより、ポケモンの仕様なんで、ちょっと、まあ、独特かもしれませんけれども、ニャースですよね。通常の姿とね、アローラの姿の時点で、まあ、星の砂の、ゲットする手に入る数が違うという風になっているんですけれども、まあね、通常の姿だったら星の砂1匹で500個、で、アローラの姿だったらね、1匹で、星の砂750個という風になっていますけれども、ニャースってね、もう一種類、ガールの姿がいるんですよ。で、それがね、ガールの姿はね、に関してはね、星の砂の対象になって、ブーストの対象になっておりません。なんでね、普通にゲットしても、普通に星の砂100個しかもらえないんで、あれ？なんでニャースなのにっていう風に思うかもしれませんけれども、そこは本当にね、ご注意くださいませ。うん、まあ、なんていうかね、うん、なんだろう、鋼タイプのポケモンだからそういうことになってるの、まあ、よくわかんないですけどね。なぜかそういう風な扱いになってて、うん、ちょっとかわいそうだなって気もしなくもないですね。でね、それでね、まあ、ニャースに関してはいいんですけど、あとがね、ちょっとシステム的なもんですね。なんていうかね、ポケモンの進化系云々に関しましてですね、もともとね、なんていうか、初登場した時は、別にね、進化系、まあ、進化系いるやつもいるけど、進化前がいなかったポケモンがいたにもかかわらずね、後からベイビーポケモンですよ。そういった仕様がね、追加されたっていうポケモンもいくつかいましてですね、まあね、そういったポケモンたち、進化系になったのに、星の差増えないじゃないかっていうケースがあったりするんですね。だからそれに該当するのがね、それこそ一番ポピュラーですけど、ピカチュウとか、あとはまあ、プリン、ピッピー、あとはね、ブーバーとかエレブとかその辺もそうですよね。そういったね、ポケモンたちっていうのは、まあね、後からベイビーポケモンが追加されて、それのね、まあ進化系っていう形式になったってこともありましてですね、なんていうか普通に野生で捕まえてもね、星の砂100個ってことで、進化系扱いにはなりません。そこはね、本当にご注意いただきたいなっていうふうに思います。ただしね、その反面ね、なんていうか、そのベイビーポケモンと同時に、まあ進化系となるポケモンも実装されましたよとか、そういったケースのポケモンもね、いるケースがありまして、その場合はね、ちゃんとベイビーから進化したポケモンでも進化系ですよってことで、進化系のポケモンとしてね、ゲット時に星の砂多くもらえるって仕様になってます。そこがね、まあなんていうかちょっと不思議な例外って感じなんですよね。だから、ベイビーと一緒に進化系が実装されたポケモン、あと、トゲピーの進化系のトゲチックとか、あとは、リオルの進化系のルカリオ、その辺がね、多分該当するかなって感じですね。
まあね、ルカリオンに関してはね、野生で出てくるケースほぼほぼないというか、スペシャルリサーチのリワードでね、ゲットチャレンジがあるぐらいなんで、星の砂がね、多くならないっていうね、あんまりなんか、実証がなかなかできないと思うんですけれども、確かね、増えたはずなんですよ。で、その中でも特にね、トゲピーに関しては、トゲチックがね、同時実装されて、その後ね、トゲキスが、まあね、ね、なんか実装された形になりまして、今ね、2段階の進化っていうふうになって、3個いるんですよね。だからね、トゲキスはね、野生で出てくることは現状ないですけれども、まあ、もしゲットチャレンジで捕まえる時があるとしたらですね、その場合は、星の砂、多分ね、多くもらえる、500個もらえるって対象になるんじゃないかなというふうに予測しております。と、まあ、そんな感じでね、まあ、なんていうか、ベイビーポケモンが入ったことによってね、ちょっと進化系じゃない、云々がね、結構複雑になってしまった、そういった感じのね、ポケモン、もしくはポケモン GO なんですけれども、いやー、そのね、例外の中で、さらに例外があるんですよ。それをね、今回実はそれこそね、正義の剣イベントを遊んでて、あ、そっかっていう風に思ったんですけど、それがね、何かと言いますとですね、カポエラーなんですよ。このカポエラーはね、まあ、なんていうか、進化前っていうかね、ベイビーポケモンがね、バルキーが実装されたわけですけれども、まあ、なんていうかね、もともとね、バルキーの進化系っていう風になるのか、サムラーとエビアラーがね、それぞれ、もともといましてですね、まあ、それらのポケモンたちはね、もともと、まあ、種ポケモンというかね、進化系でも何でもないポケモンたちって扱いになってました。それがね、まあ、金銀で言うとですよね、第二世代っていう感じだと思うのかな、そこでね、進化前であります、まあ、ベイビーポケモンのバルキーが実装されたわけで、まあ、バルキーの分岐進化って形のね、進化系として、まあ今ね、エビアラとサムラになっているわけですけれども、それとね、同時実装って形でね、実装された進化系でカポエラがいるわけなんですよ。ただね、このカポエラもね、結局なんていうか、ベイビーと同時実装ではあるんだけど、まあなんていうかね、サムラ、エビアラと同様に、まあね、なんていうか、後からね、ベイビーポケモンが実装されたパターンと一緒の扱いになってましてですね、進化系にもかかわらず、ゲットした時星の差ね、100個しか手に入らないという風になっております。いやーもうなんてか、本当にこれに関してはね、カポエラに関しては本当に、サムラとイベハラの煽りをね、思い切り受けてしまった格好って感じで、いやーね、もう例外中の例外って感じでね、本当になんか、ちょっとかわいそうだなって感じもしますけれども、なんかそういった仕様になってるのがね、いや、よくよく考えてみたら、そうか、ちょっと不思議だなっていう風に思ったりもしました。なんでね、まあそういう意味で言うと、まあもうね、イベントが終わってしまってるんで、注意もへったくれもないんですけど、なんていうか注意点としてはですね、このね、正義の剣イベントの中で出てきていましたフィールドリサーチですよ。格闘タイプのポケモン7匹捕まえるだったかな、そういった感じのね、リサーチあったと思うんですけど、あれでね、出てくるリワードが、サームラもしくはエビアラもしくはカポエラっていう風になってます。なんですけど、それね、ストックしていても何の得もないんですね。だからね、なんていうか、あ、進化系のポケモンが出てきた。特にカポエラはね、バルキーの進化系として同時実装されたから、星の砂多いでしょっていう風にね、まあなんていうか勘違いっていうか感じでね、裏タスクにストックしてしまっている方ももしかしたらいらっしゃるかなっていう風に思うんですけれども、正直ね、なんていうか、進化系としての星の砂ブースト対象からは外れてしまっているポケモンなんで、あんまり意味がないんでね、それはもう、もしストックしちゃってる場合は、そのストックはね、早めに消化した方がいいかなって個人的に思ったところですね。いやもうほんとなんていうかね、実装されたタイミングで星の砂のね、ブースト対象か否かがね、分かれてしまう、そういったポケモンたちがね、ちょっと多いのが何とも言えないなってところであるんですけれども、ぜひとも皆さんね、そのあたりぜひとも頭に置いといていただけたらいいかなっていうふうに思います。っていうか、そういう意味で言うとあれか、ベイビーポケモンがね、実装されたり、まあ、後からね、進化系のポケモンが実装されたりとかして、結果、3段階進化になったポケモンってのもいたりするんですけど、まあ、そういったポケモンたちがね、もし今後、ゲットチャレンジがあったりとかする場合、多分、その最終進化系ゲットしても、だから星の差300個って扱いになるんだと思うんだよな。だから、例えばね、まあ、ブーバーの進化系のブーバーンとか、エレブの進化系のエレキブルとか、あとは、ロゼリアの進化系のロズレイド、あとラッキーの進化系のハピナス、あの辺がね、その辺に該当するかっていう風にちょっと個人的に思ったりしますね。だからその辺のね、ポケモンたちね、ゲットしたところでやった2段階進化の最終進化系だから星の砂500個だっていう風に思いそうなんですけど、300個にとどまる可能性が多分高いと思うんで、そこはね、ぜひとも注意していただければいいかなっていう風に思います。いやー、だいぶね、早口に喋っちゃったけど大丈夫かな。そういった感じでね、
星の砂のゲット時のね、どれだけ増えるのか、その辺のね、まあ、ポケモンの紹介と、仕様の説明に関してはね、以上にしようかなというふうに思います。まあ、そういった感じでね、どのね、ポケモンの、まあ、リワードですよね。リワードか、その辺をね、裏タスクにストックするか、あとね、どのポケモンが星の砂多いから優先してゲットしていくか、まあ、その辺をね、結構考えながら、復活していけばね、星の砂結構多くなっていくんじゃないかなというふうに思ったりもするんでね、ぜひとも参考にしていただければ嬉しいなと思います。あとはそうだ、それこそね、こういった星の砂のね、ブースト対象のポケモンですよ。ね、最近結構、巣の対象にもなってきたりもしてるんでね、今で言うと確かパラスが、巣の対象になってるんだっけ。まあそういった感じでね、星の砂ブースト対象のポケモンの巣、ね、行ってみるのもぜひともおすすめかなと思います。さあね、そんな感じで、ダダダダッと話してきましたけれども、今回の動画はこの辺りで以上にしようかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画は少しでも皆さんの復活の参考になりましたら幸いでございます。もしね、チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録。そしてね、この動画楽しかったよとか、参考になりましたよ、だったよって思っていただけましたら、まあ、グッドボタン、高評価。あとね、ぜひともね、こういったポケモンたちも、星の砂貯めるときに、まあ、おすすめというかね、そういった感じのところもあれば、ぜひともね、コメント等々よろしくお願いします。そしてね、私自身、SNS ね、Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければね、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。またね、私、よさこい好きなんですけれども、よさこいのね、演舞動画を主に投稿しております。演舞動画専門チャンネルっていうのもね、サブチャンネルで作りましたので、よろしければね、そちらの方もチャンネル登録していただけたら嬉しいなと思います。そちらの方もね、よろしくお願いいたします。それではまた別の動画生配信を楽しみに。原健でした。